かせて収めた、右足、うわ、ミドルシュートしっかりと決めていきました。白崎のゴールです。今シーズン2ゴール目。左に展開してからシンプルに中にふわっとしたボールを入れて、まあ、ガジャッとしたところですけど、ちょっとセンターバック熊本選手がバランス崩したんですね。はい。で、まあ、野田選手真ん中に1枚になったので、そこはしっかりと白崎選手見ながら右にずらしてニアを打ちできましたね。はい。